そぼ降る雨の中、原爆ドーム前に響く悲痛な叫び。ロシアのウクライナ軍事侵攻に反対する抗議活動です。平和を願う魂の声は、広島に住むウクライナの人たちだけではなく、国籍や年齢を超えて発せられました。抗議活動に参加したナターリア・ホンチャリックさん、ウクライナに今も家族が暮らしています。本当に戦争に強い反対がないとダメです。今のウクライナ人は本当にみんなの地球の人々のために戦ってます。参加者はウクライナの国旗や戦争に反対するプラカードなどを手に、核による脅威を振りかざすロシア軍の撤退と母国の平和を訴えていました。